カーネル・サンダースの呪いとは、1985年10月16日に、日本プロ野球球団、阪神タイガースの21年ぶりの、セントラルリーグ優勝に狂気した、阪神ファンが、カーネル・サンダースの像を道頓堀側に投げ入れた、因果で、翌年以降の同球団の成績が低迷した、という都市伝説である。阪神ファン問題行動も、 参勝1985年10月16日、阪神のセントラルリーグ優勝が決まった際、狂気しなかば冒頭化した、阪神ファンダーが、大阪府大阪市南区道頓堀の、ケンタッキーフライドチキン道頓堀店に設置してあった、カーネル・サンダースの像を、優勝に大きく貢献したスケット外国人のランディバースに見立て、接しようとする店員に暴行を加えて担ぎ出し、 胴上げの末に道頓堀側に投げ込んだ。この事件の翌年以降から、阪神タイガースは17年連続でリーグ優勝を逃しており、その急激に弱体化した原因は川底に沈められた、カーネル・サンダースの呪いではないかと、野球ファン、一部のファンは、像が回収されるまで優勝は無理だと信じていた。都市伝説定着の大きなきっかけとしては、 1988年3月に放送された朝日放送テレビのバラエティ番組、探偵、ナイトスクープが挙げられる。このカーネール像は23年半後の2009年3月10日に発見され大きな反響を呼んだ。当時側への飛び込みに参加した落語家、桂福和家の証言によると、高校の後輩が道頓堀側に放り投げていたのだという。 そのまま像は浮上せず、その後数年に一度の頻度で、大阪市が行っていた道頓堀川の川底清掃作業でも像は発見できなかった。同様の例として、2004年のワールドシリーズで勝利するまで80年以上もワールドチャンピオンから遠ざかっていた MLB 球団ボストンレッドソックスもベーブルースをニューヨークヤンキースに放出したことが原因で、 ワンウィーノの呪いの下にあると言われていた時期があり、この二つの呪いは時折比較されている。レッドソックスファンも勝利を祝って破壊的行為を行う者も出るほどの熱狂的な応援で知られている。KFC 秘伝の11種類のハーブとスパイスのブレンドのレシピを漏らそうとする者に生命に危険が及ぶとされるカーネルの呪いとしても使用されてきた。優勝の翌年、阪神は 開幕から横浜太陽ホエールズに3連敗を喫した。その後半身は復調するが主力の掛布正幸がデッドボールによる骨折など度重なる故障。エースの池田千佳沖がベースカバーの際に骨折しそれぞれが戦線離脱。戦力が整わないまま本年のペナントレースを戦うことになる。特に掛布はデッドボールが影響し1988年に引退。 また阪神はシーズン中、7連勝、9連勝と大型連勝をしたが、連勝はいずれも対応に止められてしまい最終的には、広島、巨人に大きく差をつけられた3位に終わる。ただしこの時当時は、カーネル・サンダースの呪いという言葉は、まだなかった。翌、1987年は、球団史上最低勝率の勝率、331を記録。この年、 日本テレビのニュース番組、ズームイン、朝。では、中継先の読売テレビのアナウンサー、辛坊二郎、森武氏が、半身が負けるたびに、何に嫌なあと嘆き、流行語大賞銀賞を獲得するまでに至った。1988年には、バースが、息子の病気治療への対応をめぐり、球団と対立し対談した後に引退。 責任を取り球団代表が飛び降り自殺をするなど、半身の低迷が続いた。その後、低迷から脱し2003年と2005年にリーグ優勝。2007年から始まったクライマックスシリーズでは、2007年、2008年、2010年、2013年に出場し、いずれもファーストステージの段階で敗れており、4回出場で、 シリーズ通算一勝八敗という成績であったが、二千十四年の CS では二位から、ファイナルステージで巨人を四連勝で退け、九年ぶりの日本シリーズ出場を果たした。その後二千十五年二千十七年にも出場したが、いずれもファーストステージで一勝二敗で敗退した。二千三年二千五年二千十四年に出場した日本シリーズではいずれもパリーグのチームに敗退しており、 1985年以降、日本一にはなっていない。また、阪神は、日本一前年、すなわちカーネル、受難の前年の1984年に、ドラフト1位で競合した、島田明弘をくじで引いたのを最後に、その後12回のドラフト1位指名選手の競合で、当たりくじを一切引いていなかった。詳細は、以下の通り。 さらに2008年の松本の際は、外れ1位で指名した藤原博志通りも外している。ただし、中田の外れ1位で指名した高浜拓也の交渉権は獲得している。しかし、2012年度の会議において、藤波慎太郎を引き当てたことでこのジンクスは途切れた。1988年3月、ABC のバラエティ番組、探偵、ナイトスクープの 第一回放送時の依頼の一つとして、道頓堀川に沈んだカーネル・サンダースを救え、というものが放送された。ここで、当時の探偵局長の上岡隆太郎は、サンダース像を救出し、払いき読めない限り、阪神の優勝は永遠に望めないと、梅原武氏の推定の歌まで持ち出して力説した。当時未だ駆け出しであった、やりまくり三助探偵局員を送り出して、 1> 第1回調査を始め、翌4月までの数度にわたって道頓堀川を潜水調査した様子が放送されたが、発見には至らなかった。この放送がカーネル・サンダースの呪いを広め、都市伝説として定着するきっかけとなった。1992年、低迷を続けていた阪神が7年ぶりに優勝争いに加わった時、この伝説は東京のマスコミにも取り上げられて、 大きな話題を呼んだ。中にはこれを、関西には未だに、音量思想がはびこっていると考えて ABC に、取材に来たケースさえあり、これはもともと番組が仕掛けたシャレで、関西人は誰も本気で、たたりなんか信じていないと説明しても、東京人を騙す嘘に違いないとなかなか信じて、もらえなかったという。当時のナイトスクープスタッフには、巨人ファンはいても、 阪神ファンは一人もいなかった。2002年6月14日には 2002FIFA フフワールドカップでサッカー日本代表がチュニジアを下したことを祝った一部のフーリガンが三宮阪急駅前店にあったカーネル像を襲った。放り投げられ手首が折れて持ち去られるなどの損傷を受けた。また、この当時店内にはたまたま大阪近鉄バファローズのタフィローズが来店中であった。 事件後、道頓堀店から一旦、カーネル像は姿を消すが、1992年に復活。今度は、盗難されないように土台座をボルトネジで固定した。なお、道頓堀店は、1998年に閉店している。その後、KFC の日本法人は、2003年の阪神リーグ優勝に再始カーネルのデフォルメキャラとのコラボレーショングッズを 近畿地方などの店舗で発売しており、また2008年3月には、阪神の本拠地である、阪神甲子園球場内にケンタッキーフライドチキンが開店し、阪神のタオルと応援メガホンを首にかけた、カーネル像も設置された。水都大阪2009で展示されたカーネル像2009年3月10日、道頓堀川、恵比寿橋下流200の300メートル付近。 南側五岸から約五メートル、水深約二メートルの川底地点で、大阪市建設局による水辺整備事業の一環として障害物調査並びに除去作業を依頼された南海辰村建設が潜水作業員を投入し、次期探査作業中に反応があった川底を調査していたところ、1985年に投げ込まれたと見られるカーネルサンダース像の上半身が発見され、 大戦のクレーンで引き上げられた。引き上げた作業員たちはこれを人間の死体と勘違いしたがすぐにカーネル・サンダース像であることを確認した。像はヘドロにまみれて灰色になり眼鏡や手首も外れてしまっていたが原型は止めていた。翌3月11日にも潜水作業員が引き続き調査したところ8時53分に右手 9時頃に下半身が発見され、引き上げられ、11時25分頃に前日見つかった上半身部分と合体し、同じ像のものと確認された。下半身、右手発見後の時点で、メガネ、両足首、左手は紛失状態であり、付近を入念に調査したが発見の可能性が薄いと判断されたため、同日捜索開始から50分後に作業打ち切りとなった。 発見された像について、日本法人は2009年3月時点で、他に行方不明の像はなく、外形、発見地点などの要素から当時に投げ込まれた像に間違いない、とコメントしている。像の処遇について、元来の所有権は道頓堀県にあったが、すでに閉店しているため、日本法人が引き継いだ形で、大阪市と協議していたが、同年3月11日に、 日本法人へ像の返還が決定し、同年3月13日に日本法人社長に引き渡された。像は専門家にて検査と最小限の修復を行い、当面の間大阪市内にある警備会社の金庫で保管されることになった。紛失状態のメガネは投げ込まれる以前にかけていた同型のフレームが1990年前後まで製造を担当していた福井県鯖江市のメーカーに、 残存しており、サバイと福井県眼鏡協会から日本法人に贈呈された。日本法人は返還後の像について、この伝説を世に広めるきっかけとなった2009年3月15日放送の探偵、ナイトスクープザゴールデンに登場し、その後は甲子園球場内の店舗にて公開する構想や2010年春に完成予定の甲子園歴史館に展示する構想もあった。 1985年当時の阪神監督であった吉田義雄は人形が見つかったと聞き歴史が終わったなと感じた。と語った。この像は2009年6月25日に日本法人が実施している地金感謝祭に合わせ NPO 文化財保存支援機構による修復作業後の姿が住吉大社で公開されお帰り。カーネルと命名された。 同年8月には大阪市内で実施されるイベント、スイート大阪2009で展示された。しかし、甲子園歴史館から断りの連絡があったこと、人形のモデルでもあり、同社の創業者であるカーネル・サンダース本人の生前のキャラクターを考慮したことなどから、2009年12月17日をもって表舞台からの引退が決まった。その後、像は、 甲子園球場もよりの阪神甲子園店での展示が決定し、2010年3月19日から常設展示が実施されていたが、2012年1月16日から5月19日にかけて奈良大学博物館の企画展に保存修復物の一例として貸し出される。2013年3月には日本 KFC ホールディングス本社へと移転、その後、 2017年に本社が神奈川県横浜市へと移転したタイミングで大阪市にある日本 KFC ホールディングス社関西オフィスへと移され社屋で展示されている。その反響からこの出来事を題材としたゲームが配信されたりヤギの呪いと呼ばれる都市伝説があるシカゴカブスからオファーなど関連した展開が生まれている。また日本法人はこのお帰り。 カーネルと通常のカーネル像のマスコットをつけた携帯ストラップを2009年8月から9月にかけて日本国内のケンタッキーフライドチキン店舗で限定発売した。2006年夏に公開された映画日本沈没では水没後の大阪市外にこのカーネル像が半身ユニフォーム着用のまましっかり存在している。ビリーゴートの呪いシカゴカブスはヤギの入場を断ったため 呪いによって1907年から2016年までの108年間にわたってリーグ優勝から離れていたと言われる。弁当の呪い千葉ロッテマリーンズが選手の記念弁当を販売するとその選手が不調または故障するというジンクス。その他の事例についてはスポーツに関する都市伝説野球を参照。読売ジャイアンツが12球団サイトの日本選手権。 シリーズ優勝回数を誇り、日本プロ野球界の名手とみなされてきた一方で、古くからライバル関係を築いてきた阪神タイガースが、日本選手権シリーズを勝ち抜いたのは2013年シーズンが終了した時点でまだ一度のみである。この地点で見つかった理由として、道頓堀川には両端に水門があり、通常は潮の看板とともに水が動く程度で、 台風など大水の場合を除けば、流れがほとんどないといった地理的要因や、川底には2メートル前後のヘドロが溜まっており、ヘドロの上に鎮座した形でほとんど動かなかったものと見られるという、大阪市の調査結果がある。地金感謝祭は、東西2カ所で実施されるもので、西日本の会場が住吉大社であった。なお、東日本の会場は、東伏見稲荷神社である。 なお、カブスが2016年のワールドシリーズを制覇した時には、セオエプスタインに呪いを解いてもらうべきチームとして取り上げられたことがある。ありがとうございます。